はい、皆さんこんにちは、ぜひこれ。それでは今回なんですけども、ポイント最大5倍楽天ペイを使って無印良品がお得に購入できるキャンペーンということで、今回は無印良品のオンラインストアが楽天ペイを使ったキャンペーンを行っているのでお伝えしていこうと思います。それでは早速概要なんですけども、無印良品週間、無印良品メンバー限定ご優待ということで、期間はすでに始まっていまして、6月の26日水曜日の午前10時までとなってますのでご注意ください。で、内容なんですけども、このキャンペーンの内容については公式ページをそのまま一旦読み上げたいと思います。キャンペーン期間中にエントリーし、無印良品ネットストアにて楽天ペイをご利用の上、商品をご購入いただき、楽天会員様に通常3倍の楽天スーパーポイントを差し上げます。さらにママ割りメンバー、もしくはママ割りメンバー登録をしていただいた方はプラス2倍で通常の5倍の楽天スーパーポイントを付与いたしますということなので、まあ通常でお買い物したら3倍のポイント、そして楽天のママ割りメンバー、もしくはママ割りメンバーに登録された方は5倍の楽天スーパーポイントがゲットできるということですね。そしてこの楽天のママ割りとはということなんですけども、子育てを楽しくするママパパ向け情報サイトという楽天独自のママ割りというサービスですね。見る限りはいろいろと特典もあるみたいなので、興味ある方はぜひチェックしてみてください。で、今回の上限と付与なんですが、上限のポイントは1万ポイント、まあもらえるポイントは期間固定ポイントとなってます。そして2019年の8月の9日頃までに2019年10月31日まで使える楽天スーパーポイントを付与いたしますということですね。で、流れはシンプルなんですけども、キャンペーンのページにエントリーして、そして無印良品ネットストアでお買い物、それを楽天ペイで決済をする、そしたら8月の9日までにポイント付与というような流れになってます。今回一応ですね、下の概要欄にキャンペーンのリンクを貼ってますので、まあ期間はかなり短めなんですけども、もし無印良品のオンラインストアでお得にお買い物をしたいという方はぜひですね、楽天ペイを使ってみてはいかがでしょうか。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。